お元気ですか？僕趣味です。今回は焼きそば弁当シリーズ第15弾、かなり辛めな焼きそば弁当試食動画でございます。これは期間限定でございます。昨日ですね、昼も夜もね、焼きそばを食べたのでね、多分これでね、最後にしたいと思います。今回はね、ついにね、焼きそば弁当さんもね、ついに本気を出したかなって思ってます。かなりね、あの辛めのね、焼きそば弁当をね、私は食べたいと思います。かつてね、あの別の方のね、ね、カップ焼きそばでね、辛いのね、一回挑戦していますのでね、多分大丈夫かと思います。じゃあ早速ね、食べていきたいと思っております。はい、3分経過しました。では早速ね、食べていきたいと思います。でまずね、この袋をね、取りたいと思います。まずね、お湯を入れる前に火薬を入れました。まずは液体ソースに、ね、ふりかけと中華スープセットでございます。でまずはですね、この中華スープをですね、まずこっち切りましてね、はい、まずこれ、こちらね、入れたいと思います。で、前にもね、スープカレー編でもね、やった通りね、まずこのね、湯切りったお湯で、湯切りなりはね、このふやかしたお湯でね、麺をね、ふやかしたお湯で、こういうふうにね、麺をね、お湯をここに、中華スープの素に入れたいと思います。で開けまして、で、まずですね、こちら、まずはまず中濃ソース、ごめんなさい、液体ソースでございますけどね、入れます、切りまして、これがね、今回の鬼門でございます。見た目はね、そんな辛そうにはね、見えないんですけどね、まずね、まずね、ちょっとね、手にそのソースがついてしまったのでね、一回拭きまして、まずはこれで、ね、したいと思います。ちょっとね、さっきも言ったけどね、見た目はそれほどね、辛そうにはね、見えないですけどね、こんな感じでしょうかね。で、まずね、ふりかけを入れて、いきます。まずね、ふりかけを入れたら早速ね、食べていきたいと思います。で、どんな辛さになるかね、ね、楽しみでございます。それではね、いきたいと思います。じゃあ、いただきます。辛いんだけどね、これ大したことないです。この辛さ耐えれます、うん。じゃあこれせっかくだからね、全部食べてね、証明したいと思います、うん。で、ボードで、辛いね、焼きそばに比べたら全然辛くないですよ。これで頑張ればね、皆様もね、辛いと苦手な方もね、平気だと思います。ね、本当にね、もう辛いのこれ、ね、ちょっとね、
あの今までのね焼きそば弁当には物足りないなと思ってる方はね、あのこれいけるんじゃないかなと思いますけどね、はい、もう一度言いますけどね、全然平気です。こんな感じでいかがでしょうかね。でまずね、スープもね、飲んでいきたいと思います。こちらは中華スープですね、うん、まあ中華スープの素はね、中華スープはねそんなにね、あの普通のね中華スープでした。ぜひね皆様もね、あの期間限定ですけどね、購入してね買って、あの食べてみてはいかがでしょうか。本日はですね、焼きそば弁当第15弾、かなり辛めな焼きそば弁当試食動画でした。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。